夢だった役者の道を諦め、アイドルになりたかった。小説家になりたかった。諦めるのが怖かったんだ。私にはもうこれしかないんだ。笑って。おい新人、緊張してんじゃねえぞ。今しかないよ。皆さんもこれから10年経ったら27歳になります。街はちょうどクリスマスが終わって正月を待つだけの中途半端な時期に差し掛かっていた。何一つ片付かない街は片付かないまま新しい年を迎えようとしている。それなんですか？あの日、あの教室で僕らの人生は何かが変わっていたのかもしれない。先生に似てるなと思ったんですけど皆さんもこれから10年経ったら27歳になります。私の今の年に必ずなります。遥か空に望遠アイドルになりたかった。小説家になりたかった。諦めるのが怖かったんだ。夢だった役者の道を諦め、私にはもうこれしかないんだ。うわっまるで僕らはエイリアンズ。後悔しないように。夢を諦めるのは夢を諦めないより勇気がいった。あなたに聞かせたい歌があるんだ。やっぱり役者になります。なりたいっす。27歳にもなってカラオケの真っ最中に会社を辞めた話は最高に好きだった。